皆さんこんばんは。現役ドラフトでですね、12球団のメンバーが決定しました。今日昼間にですね、予想しながらですね、現役ドラフトのシステム、そういうものを皆さんに、お話ししたんですけれども、まあ、僕の、予想してた選手の中で、この現役ドラフトで、他球団に行った選手は2人います。ドラゴンズの鈴木博志投手、そして、マリーンズの佐々木千早投手、この2人はですね、まあ、もしかすると、そのメンバーに入ってるかもしれないなと思ってノートには書いておったんですけれども、それ以外はですね、全く僕が書いてない人たちがずらっと10人、出てきました。その選手をこれから皆さんにお伝えしていきます。まずタイガースはですね、漆原大成投手ですね、オリックス、ピッチャー、これを取りましたね。今シーズンは16ゲームに投げて、1ホールドポイント、防御率 3.00 です。まあ、オリックスも投手陣が非常にレベルが高いというところで、漆原投手は、タイガースにということだったんですが、タイガースの投手陣は素晴らしいですから、まあ、その中で、やっぱ一軍で、リリーフのポジションを取るっていうのはどっちにいても大変だと思いますけれども、まあ、新たなものが発見できるかもしれないということですね。そしてカープは内間拓磨投手ですね、楽天からです。2020年ドラフト4位の選手なんですが、今シーズンはですね、一軍の出番がなかったっていうピッチャーなんですが、まあ、まだ若い25歳ということで、将来これからまだやってくれるんじゃないか、そういう期待を込めた指名だったと思います。そして、DeNA ベイスターズ、ここはですね、マリーンズの佐々木千早投手を取りましたね。ドラフト1位で入ってきた選手なんですが、今回はですね、12球団で12人、まあ、選ばれたわけです。結局1チームで2人取ったチームはなかった。1チーム1人ずつということになったんですが、その12人中の9人がピッチャー、そして3人はですね、ドラフト1位で指名された選手だったというふうに書かれておりましたね。佐々木千早投手もこのドラフト1位に入るわけですが、今年は2ゲームしか投げられませんでした。体の調子というものがあったんだと思いますが、その前の年は23ゲーム投げて、防御率悪かったですね。この年は 6.39。 2021年が良かったですね。54ゲーム投げて8勝1敗1セーブ34ホールドポイント、 1.26。 こういうポテンシャルの高いものを持っているということで、体調さえ良ければこれからまだやってくれると、そういう期待を込めた指名だったと思います。そしてジャイアンツが馬場康介取りましたね。まあ、馬場投手にとって僕はこれはいい、まあ、移籍じゃないかなと思っております。というのもですね、やはりタイガースにいるとなかなかチャンスが多くはない。まあ、今シーズン19ゲームリリーフで投げましたけれども、2勝1敗3ホールド、防御率も 2.45、 いい成績なんですが、他のピッチャーがですね、優秀なだけになかなか、大事なところで投げさせてもらう機会が少なくなってきたということでね、そういう点からするとジャイアンツに行けばよりこう大事なところで、任される、そういうようなポジションを与えてくれるんじゃないかなという気がしましたね。はい。まあ、馬場投手、まあ、ジャイアンツに移籍するまでに一度はね、家族も一緒に一回またご飯に行きたいなと、そういうふうなことで思っております。そして、ヤクルトはですね、ジャイアンツから北村匠海内野手ですね、小川淳二ジェネラルマネージャー GM ですね、のコメントを聞いてますと、とにかくどこでも守れる右の内野手が欲しかったということですね。まあ、左のバッターが多いんで、ここはやっぱり右バッターが欲しかったろうなという気がしましたね。北村選手、ヤクルトで活躍してほしいと思います。そして、ドラゴンズはですね、そのヤクルトから、梅野投手リリーフピッチャーを取りましたね。はい。ヤクルトで7年プレーしました。この7日っていうことは一昨日契約を終えたばかり、その時にですね、色紙に50試合登板っていうのを書いておりましたね。その梅野投手がドラゴンズに移籍すると、これまあドラゴンズはまあ、これは戦力になると思いますね。去年はですね、まあ、体調が悪かったんでしょう。5ゲームしか投げておりませんけれども、その前の年41ゲーム、21年も29ゲームとリリーフできっちり投げてます。防御率も今年は 3.38、 去年が 3.00、 21年は 2.49、 いいものを持ってますね。この楽しみだと思います。そしてパリーグの方では、まずオリックスがですね、ドラゴンズの鈴木博志投手、
ね、鈴木やっぱりちょっとこう環境が変われば、あのスピードボールはまだ結果出せるんじゃないかなという気がしました。もう少し緩い球の使い方を身につければですね、結果残せるんじゃないか、そういう点ではオリックスにはですね優秀なピッチャーがいっぱいいますので、活用できそうなところをですねこう盗んでですね自分のものにしてもらいたいな、そうすれば結果出ると思いますね。今シーズンはですね9ゲームに投げて1勝2敗1ホールドポイント、防御率 4.07、 リリーフとしてはちょっと辛いね成績でした。来シーズン頑張ってもらいたい。彼もドラフト1位ですね。ですからドラフト1位でこの12人の中に入ってたのは佐々木千早、馬場康介、そして鈴木博士、この3人になりますね。そしてマリンズは愛斗を取りましたね。ライオンズ、このライオンズ愛斗を出して大丈夫かなっていう気で見ておりますけれども、いい選手です。今年は打率がちょっと低かったんですよね。73ゲーム出て257打数55安打4ホームラン、打率2割1分4厘、まあ、外野手としてはねちょっと低すぎる、そういうところで、こういう形になったんだと思いますが、バッティングっていうものもですねやはり、一つのコツを身につければぐっと成績が上がることがあります。僕なんかが魅力を感じるのはですねやはり、飛距離があるかないかっていうようなところなんですよね。そういう点ではこの愛斗選手はですねいい飛距離持ってますので、技術を一つ身につければこの打率の低さは少し解消できるんじゃないかな、そういうふうに見てます。そして、ホークスはですね長谷川武尊投手ですね、ファイターズから取りました。今シーズン9ゲーム投げて 1.08、まあ、そんなにチャンスはもらえなかったんでしょうが、少ないチャンスはきっちりと投げたというピッチャーですね。24歳、これからだと思います。そしてイーグルスはですね桜井秀斗ピッチャーですね、24歳、 DeNA から取りました。今シーズンは30ゲーム投げてますね。0勝1敗1ホールドポイント、3.07、 41回投げてますから一軍でもですねきっちり結果を残してるんですが、今回この現役ドラフトということになったわけですね。まあ、楽天にとってはいい戦力補強になるんじゃないでしょうか。そして、ライオンズの方は中村優太ピッチャー28歳カープから取りました。6年で42ゲーム、今シーズンも5ゲームしか投げてません。防御率は 1.29 ですけれども、ほとんどこう一軍でですねずっとチャンスをもらうっていうことがなくこの6年間来てしまったっていうピッチャーなんですが、環境が変わって、大きな期待をされれば結果を残すかもしれない、そういう期待を持って見ていきたいなと思います。そして最後はファイターズ、水谷駿外野手ですね、まだ22歳です。2018年のドラフト5位っていうことですから、19、20、21、22、23、高校出てからまだ5年ね、まだ本当に言ってみれば大学出て1年が終わっただけっていうような状況ですから、これからまだ伸びしろはしっかりある選手だと思います。ファイターズに行って伸び伸びとした環境の中で、いいものが出るかもしれないな、まだ一軍出場がない選手なのでね、これからに期待したいというふうに思います。ということでですね、今さらっと12人の選手をご紹介させていただきました。まあ、去年はですね本当に大竹あるいは細川みたいにですねもう大化けした選手がこの現役ドラフトから出てきたわけですよね。そして第2回が今日行われた、まあ、来シーズンこの12人の中で1人でも2人でもまた一軍でですねすごい成績を残せる選手が出てきてもらいたいな、そういう期待を持ってですねこれから先見ていきたいなと思います。皆さんもいろいろ期待を持ってこの選手たち見てください。まあ、これまで、なかなかチャンスを与えられなかった選手がですね、環境が変わって、首脳陣の考えも変わって大きなチャンスをいただけるかもしれないということでね、まあ、とにかく努力を重ねながらその機会を待ち続ける、まあ、これがプロ野球の選手たちの気持ちだと思いますね。まあ、この現役ドラフトっていうのはその一つ、環境が変わる大きなチャンスですので、この12人だけではありませんけれども特にこの12人はですね注目して来シーズン見ていきたいなと思います。以上です。